ゆぴーさぴーのお勉強シリーズ、引き算の問題。5から引いてみよう。超簡単。20問。超簡単、引き算の問題。5から引いてみよう。例えば、5-4は1、5-3は2だよ。四角に入る数を答えてね。例えば、5-1は四角。答えは4になるよ。まずは、和の後ろに四角が来る。Yeah.